てめえただもんじゃねえな。気配が全くなかった。誰がピグモンだ。俺は伝説の男サコの手下だ、この野郎。次の瞬間奴が一気にスピードアップ。さっきの倍速で先手を仕掛ける。ウォーミングアップは十分だ。お前は最短で殺す。あんたを殺せば俺も大金持ちなんだ。そっかー、これしかねえ。俺は奴の巨人を右手で抑えにかかる。死ね。指を4本見事に持っていかれちまった。だがな、ナイフの軌道は変わった。頸動脈は外したぜ。隙ありだ、クソ野郎。まずい、体勢が。指は全部飛んだがな、拳は残ってんだよバカ野郎。拳に魂を込めろ。全体重を乗せろ。顔面陥没しとけや、この下道が。あいつみたいにたった一発で全てをひっくり返す、それしかねえだろ。気合は入れたが、俺は凡人だ。なんて凡人だ。一発で意識を完全に刈り取ることはできなかった。だがな、戦場じゃ3秒もダウンすりゃ終わりだ。指がなくても拾えるぜ。俺は奴のない。あんたを殺せば俺も大金持ちなんだ。何ビビってんだガキ。踏み込みが浅えな。次の瞬間、落雷のような毛先切りが小港に降る。踏み込むってのはこういうことじゃ。その刃が野郎の胸をかすめた。切れた無車の兄貴はまさにアシュラ。もうてめえは逃げられねえ。腹がガラ空きじゃ。おら、そして強烈な前蹴りは小港を捉える。てめえじゃ逆立ちしても俺には勝てねえ。つながるように強烈な横投げ。しんどけ、神技発明だ。間一発防いだが、小湊は激しく吹き飛んだ。無車の兄貴の闘気はとんでもなかった。さあ終わりだ小僧、命乞いは効かねえ。念仏を唱え。あんたを殺せば俺も大金持ちなんだ。だが鷹城はそんなものを意に介さなかった。手首と交換に命をくれ。もらった。やばい。兄貴はまだ鷹城の左手を掴んでいた。反応が遅れた。だが森若の兄貴は奴のナイフを素手で止めた。痛えな。手相変わったらどうすんだこの野郎。今死ぬのに関係ねえだろ。そして鷹城はそのまま加速する。ガーン森若、頭蓋骨叩き割ってやる。奴が狙ったのは頭突き。いいね、ごっつんこしようか。なんと森若の兄貴が頭突きで応戦する。そして次の瞬間、あんたを殺せば俺も大金持ちなんだ。目の前が真っ赤になった。クソ野郎秋元、国商の兄貴をよくもやりやがったな。俺はバイクのアクセルを一気に回し、狂ったように加速する。俺は完全に野郎の気をついた。うわっ、くが直前で俺に気づきやがったが、もうせ。いやそのままバイクで重くそ引いてやった。秋元は地面を転がりながら吹き飛ぶ。うわ、後先考えなかった俺も激しく転倒。うわ、地面で激しく体が削られる。秋元が激しく血を吐く。これは消えちゃったね。あんたを殺せば俺も大金持ちなんだ。もらった。秋元、地獄に落ちやがれ。うわ、一条の兄貴が捨て身の攻撃に出る。一緒に死のうよ城ヶ崎。それに対して城ヶ崎が言った言葉は、死ぬのはお前だけだ。これだった。一条の兄貴が見せたのは、おお城ヶ崎、まさに命を懸けた踏み込み。体が動かねえ。あんたを殺せば俺も大金持ちなんだ。